私の子供が脳性小児麻痺だと初めて知った時には本当にもう目の前が真っ暗になりました。気の残りかわいそうだと思いますね。普通の人と一緒にね働くないでいらっしゃるからね、協力しなきゃいけないと思います。この時代だったら自分に送ってもらったわよ。これではいかんと。それで神様を受け入れたのはすごく怖かった。私が会うことを気に入るのか。